今日は、バーバーショップテンダルさんの方にお邪魔しております。こんにちは。こんにちは。開業してから、まあ、4年半経ちましたけども、はい、そうですね、4年半振り返ってみて、まあ、どんなことを苦労されたのか、その辺ちょっとお話聞かせてもらえると思います。最初はやっぱり、知ってもらうためにやっぱ広告を売ったりとか、あとホームページ作ったりとか、やっぱそういうところが最初慣れない作業、今までやったことない作業だったんで、その作成をする部分に苦労したところもありますし、あとはやっぱこの辺の方々に知ってもらうのに半年から1年やっぱ時間がかかったかなっていうのはありますけれども、まあ、逆にそれまでの間っていうのは以前のお客さんがずっと支えてくださったんで、まあ、本当にそこはすごい感謝だなって、思います、はい。まあ、お店の雰囲気もね、こう足立さんならではの結構男心をチェックするようなね、本当に小物だったりとかね、ちょっとしたすごいやっぱ小物がなんかこういっぱい集まると、もう雰囲気がガラッとやっぱり変わるなと思って、アメカジとか物とか、こう足立さんの、ね、ここはお城だなってやっぱ感じはしますよね、やっぱり。最初やっぱ作ってもらうときにその秘密基地的な感じで、作っていただきたいっていう通りっていうか、はい、まあ、最初はもっとシンプル、何もなかったですけど、そうですよね、やっぱちょっとずつ作り上げていって、はい、僕のお城でもあるけれども、やっぱお客さんと共にこう楽しんでいけるようなことを考えながら、そうですね、いろんなアイテムをこう揃えていったっていうのがあります。でもこう来るたんびにどんどん少しずつやっぱ変わっていく、ね、雰囲気がね、やっぱあったので、どこでもいいんでちょっとずつ変えていくことで、やっぱそこに気づくお客さんがいたりとか、やっぱ僕自身もそういう変えたところでこう、こんなの今度入れたりとか、まあ、そういうのこう共感して楽しめるところがやっぱり、まあ、楽しいところでもあるかなと思うんで、まあ、オープンしてから4年半経ってみて、お客様とのまあサービスっていう中ですごくやっぱここは気をつけてるっていうところとか、まあ、そんなことを教えていただいたらと思うんですか、ね。一番はやっぱり来てもらったお客さんにリフレッシュしていただく、そこに一番重きを置いてるんで、カットしてシャンプーしてシェービングして、そういった身なりを整えることで気持ちよく帰っていただく、そこがやっぱり一番大事なところで、まあ、どこのバーバーさんでも一緒だとは思うんですけど、やっぱそこが一番大事なところかなと思うんで、ホームページにも上げてるように、車のエンジンオイルをこう変えるような感覚で、汚れたエンジンオイルを、まあ、綺麗に変えるような感覚でリフレッシュしていただくっていうのが、まあ、うちのコンセプトですね。足立さんらしいですよね。そうですね。人によっては結構疲弊したりとか、まあ、開業して、まあ、会社をまあ大きくするっていうのはまあ目的ではないと思うので、僕は、いかにやっぱお客様に喜んでもらえるかっていうサービスのところがすごく重要なのかなって私は思うんですね。まあ、そこでなんかこう気を使っているっていうか、というところが足立さんならではのあるのかな。そうですね、共に楽しむ、楽しんでいけることがやっぱり一番いいのかなとは思うんで、この空間しかり、僕が提供するサービスしかりではあるんですけれども、一緒に楽しめる、まあ一人でやるからにはやっぱ楽しんでやりたいっていうのがやっぱり一番強いんで、楽しむ中でやっぱ共感を生んで、一緒にこうこのサロン自体をお客さんと共に作り上げていく感じっていうか、やっぱそこがいいですね、一番、まあ、やってて楽しい部分でもあるのかなと思います、ね。あとなんか Facebook でたまに見てたんですけども、いろいろこう勉強会とか、あの仲間とかとこうなんかいろいろ、そうですね、やっぱ一人でやってるとどうしてもこう視野が狭くなっちゃうんで、やっぱり他の人たちと、同じ同業の人たちと意見交換なり勉強会をすることで、やっぱりすごい幅が広がるっていうか、僕にはない意見もあったりとか、足りないスキルをそこで補うということもやっぱ必要なことだとは思うんで、そういうところでやっぱ幅を広げていければなっていうか、
はい、同じやっぱ仲間と、まあ、精査学校していろんな意見交換しながら、やっぱり勉強会していって、やっぱ自分のサービス、まあ、お客様に対してやっぱり、まあ、サービスをまあ高めていくっていうやっぱ姿勢がね、すごくやっぱ大事だなと僕は思うんですね。やっぱりそうですね、その辺もやっぱり、うんうん、好きでやってることなんで、あ、はい、やっぱ常にそこの壁はちょっとでも高く作り上げていって、うん、やっぱりそこをこう超えることでお客さんにさらに、まあ、いいサービスなり、うん、はい、まあ、提供できればなと、はい、なるほど、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。